辻尾真嗣です。よろしくお願いします。星野です。よろしくお願いします。辻尾ラジオエクストラタイムは元清水エスパルス選手の辻尾真嗣がブルースへの愛を語る番組です。笑っちゃってまあね、はい、前回からちょっと始めてみたんですけれども、はい、まあ、辻尾さんがね所属していた清水エスパルスの試合もまあ追っていこうかなというところで、はい、まあ、清水もそうです、静岡もねちょっと知りたいというところで、うん、はい、まあ、やっぱ対象が決まって試合を見たりとかもすると、うん、より明確になっていろいろその情報をこう受け取る体制になってるんですよね。いや、そうですね。なんか静岡とかすごく気になりだして、あ、そうなんすか来ましたね。あ、いいですね、いいですね。この前ね神戸戦ありましたけど、うん、まあ、日本平でね、はい、やってたというところで、うん、めちゃくちゃ天気良くて、ね、お客さんも入ってて1万3000人、うん、すごいですね。雰囲気がすごく良かったんですよ。いや本当にあのスタジアムいいんですよ、うんうん、まあちょっと山の高いところにあるんですけど、はいはいはい、見てるところの景色もいいですし、まあ、もちろん芝生はもう悪い時がないので、はい、ミスったらその人のスキルの問題っていうそんなにそこぐらい、それぐらいピッチコンディションはいいです。ピッチとスタンドが近いっていうのは、はい、まあ見てわかるしっていうのあるんですけど、はい、まあ、スローインのたびにね、うん、そのアップになって、うん、お客さんこんな近くなんかって表情が、はいはい、まあ今皆さんマスクしてるからあれですけど、はい、まあ現役の時はね、うん、だいぶこうちょっとヤジがもうすぐ聞こえてきたりみたいな話してましたけど、いやいや めちゃめちゃありましたもちろん力にもなりますけどはいはい、はい、ふぬけたプレーしてたらね、はい、ダイレクトにヤジは、はい、特にサイドバックなんで、はいはいはい、すぐ聞こえるんで、そうですよね、はい、しかもスローインもやるしそうそうそうはい、でそのなんかストレスみたいになかったんですか？そこまでじゃないですかね。でもその自分がこうボール持った時の盛り上がりとかはもう、まあ、すっごい感じたので、ね、それね言ってましたね。もう本当にあれは今想像してもこう鳥肌立つというか、この神戸戦も、はい、まあ、見てて、うん、ちょっと夜明けになったバックパスみたいなのは、はい、でスタンドからあーっていうね、ため息が聞こえてきて、はい、 あ、 ね、うん、あー辻尾さん言っとったの多分この話やなみたいな、はいはい、いやあるんですよ本当に、まあ、やっぱりお客さんも目が超えている方、はい、多いというか、うんうん、なのでしょうもないバックパスとかね、弱気なプレーがすぐため息が、はい、行ってみたいですねやっぱね日本平。いや行きましょうよ、はい、やっぱツアー組みますかこれ。組みましょうこれは、うん、やっぱ見ててサッカーも面白いですし、はい、どうなんですかね今その僕はずっと J2 見てて、うん、久々にこう J1 を見てるので、はい、すごいクオリティやっぱ高いし、うん、清水の選手もうまいなって思うんですけど、はい、今その清水のサポーターの方は、うんうん、今の清水の現状にこうどう思っているのかっていうのはちょっと知りたいかもしれない、うんうん、去年も結構ギリギリで残留だったんですよね。そうですね、最終戦ぐらいで決まったのかな確か、はい、で今もう14位1勝2分けに入って、これ強源と一緒ですね。ほんまですね、うん、得点4の失点7ということで失点が若干多めになってんのかな。そうですね、まあ、直近3試合勝ててないのでちょっと勢い乗れてないかなっていうのはありますけどね、はい、うん、まあ、神戸がねやっぱりタレントがやっぱ揃ってるなっていうのも印象としてありましたし、はい、うん、やっぱり大迫選手の収めとかが代表だなって思いましたね、うんうん、いやすごいです本当に、うん、まあ、代表で結構叩かれたりね、うん、なんで選ばれるんやみたいなことね、はい、うん、言われたりしますけど、はい、やっぱすごいですよね、うん、J リーグの中ではちょっと群抜いてるなっていう印象を受けましたけどね、うん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 、まあ、フィニッシュの関わりとかね、はい、ボールの収まり、うん、周りの使い方ってやっぱすごいなと思いましたね、はいはい、まあ、シュートもやっぱり多かったし、うん、プレッシャー受けながら、うん、くさびって入った時のキープ力とかが本当にさすがだと思ったし、はい、ただ最終的なスコアが 0-0 ということでお互いにね、はい、チャンスはあったんですけれども決めきれずというところで、はい、そうですね、清水はしっかり守りながらカウンターではねよくチャンス作ってましたけど、はい、やっぱボール保持した時は少しこう課題なのかなっていうのね、うん、神戸のプレッシャー受けた時は結構奪われるシーン多かったですし、はい、低い時はボール奪った1本目とかがつながらないことが結構あったので、うん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 、まあ、あのあたりが課題なのかなと思いますけどね、うん、J1 と J2 の試合を見比べて思うのは、はい、J1 の方がその後半に入った時 そのアジャストの仕方がより洗練されてるというか、うん、はい、よりこう前半を受けての後半の戦い方が変わるっていうところがよく分かるなっていうのがあって、うん、はい、で後半かなり神戸に持たれてましたもんね。そうですね、持たれましたね、まあ、全体で言うと、支配率 35% と 65% の神戸というところだったんですけれども、はい、うん、もう少しこう前節みたいにプレッシャーあのボール保持してる時にボランチ真ん中に落ちてこう3バックっぽくした方がプレッシャー回避できたのかなとか思いながら見てましたけどね。はあはあはあ、うん、あ
やっぱこうターゲットを決めて試合を見るとそういう目線になるんですそうです、そういう目線で見てました。まあまあ確かにね、はい、ちゃんと見るってやっぱそういうね、はい、ことですもんね、うん、語れるようになるまでにはね、はい、しっかりこう見ながらっていうところで、ね、そうですね、うん、まあ、神戸は飯倉選手がねかなり高い位置まで来てビルドアップで参加してたので、なかなかねプレッシャーはまらなかったっていうのはね、まあもちろん選手個々のクオリティ高いっていうのもありますけど、まあ僕その後藤選手も大分で一緒に寄りましたし、ああそうなんですね、はい、ダブルボランチの竹内選手、白崎選手も清水いる時にいた選手なので、まあ、ちょっと頑張ってほしいなと思いながら、ね、うんうんうん、後藤選手も一本ビッグチャンスあったかな、コース甘かって止められましたけどね、うんうんうん、あれね、うん、もうちょっと負けばみたいな、そうそうそう、解説の人が、ね、はい、言ってた、もう少し外から負け、うん、でもね後藤選手シュートうまいんですよ、あなのでちょっとまたゴールみたいな、うん、はい、いやでも現役の時に清水いた時って、はい、そのまあ、サッカーどころなわけじゃないですか、うん、はい、静岡清水っていうと、はい、お客さんの目が超えてるっていうのもやっぱ分かるし、はい、伝統のあるチーム、はい、クラブだっていうのも分かってるし、うん、この引き分けじゃ許されない雰囲気みたいな、いやもうそれはもちろんそうですよ、そうですよね、ホームだと特に、うん、ホームでの負けなんて絶対許されますからね、あ、はい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 、うん、で岩田戦になるともうもっとすごい、もっとすごい、はい、何割増しぐらいですか、何倍ぐらいになるんですか、皆さんどうなんですか、3倍4倍ぐらいの、あ3倍4倍分かんないですけどいやこの試合だけはみたいな、ね、はいはいはい、そんな行くんですね、の雰囲気はありましたけど、ね、お客さんもたくさん来るので、うん、もちろんその日本平でやる時もありましたけど、うんうんうん、そのエコパに行ったり、あの違う大きなスタジアム行ったりとか、はいはいはい、結構ありましたね、エコパの方は広いんですか、全然広いです、あもうそうなんですね、もう倍ぐらいは違うんじゃないですか、あ日本平、そっか、日本平で2万弱、はい、エコパも名前は聞くけど、そうなんですね、そっちの方が大きいんですね、はい、うーん、でも今思うとその運営側からすると、はい、そのスタジアムが変わるってめっちゃ大変やなと思う、あ看板もそうやし、なんかいろんな備品とか、うん、運ばなあかんし、運ばなあかんしとか思いながら、その時はなんか当たり前に感じてました、ね、いや運営する人大変やろなと思います、はい、仮にですけど、うん、4万人入ってって倍になったとしたら、うん、はい、見入りがやっぱ全然違うわけじゃないですか、まあそうですね、うん、バイト雇ったりとか、はい、まあ、そうですね、はい、業者に頼めますもんね、そう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 、うん、でも清水なんか新スタジアムのお話も出てますよね、そうなんですよね、もっとこう街中へというか、あ今駅地下になるみたいな、はい、うんうん、でもこんな素敵なところあるのにとか思いながら、そうですね、僕もそう思うんですけど、うん、やっぱりその新規のファンの方とかはあなかなか今のスタジアムやと足が向かないのかなと思います、ね、あちょっと遠いんですか、郊外になる、かなり郊外です、かなり郊外なんですね、はい、駅からもめっちゃ遠いですし、おちょっと山の上なんで、でもそれが僕はめっちゃいいなと、あそれって広井選手と言ってたあの坂の話ですか、そうです、日本平っていう山というかの 上、あ上にあるんですよ、へ上というかまあまあまあ、うん、はい、帰る時はその山を越えて反対側に寮があったので、はい、その山を越えながらこう帰るっていう、はい、そう練習するクラブハウスとかはスタジアム近くにあるんですか、15分20分ぐらいかかるかな、車で、はい、15分はかかる、ちょっと離れてちょっと離れてるんですよ、練習場は本当にその三保の松原ってあの、はい、知ってます、松原ちょっと有名な、はい、うんうんうん、あのもう半島の先キッチョの方に練習場があって、海側ってことですか、海側です、海側になる、はい、なんでシーズン前とかその砂浜で、はい、あの走り込み、あ、はい、そうなんですね、はい、練習場の近くはめちゃめちゃいいですよ雰囲気、あそうなんですね、海近くて富士山見えてよかったです、は、はい、行ってみたいな、なんかそういうの聞くと、いや行きたいですね本当に、僕もそのお客さんとして清水 の、 その日本平に行ったのはいつ以来、大学生の時にそれこ そ、 その特別指定になる前とかにこう見に行ったぐらいかな、はい、うん、と思うので、またこうお客さんとして行ったら違うなんか見え方とかあるかもしれない、そうですよね、うん、ああそうだ、それでね、うん、ダゾーンでねその試合見てて、はい、ピッチ広告で面白いの見つけたんですよ、はい、ゴールを決めろ弊社カメラマンも待機中静岡新聞っていういやこれねちょっとズキュンときましたね、あの LED の看板ですよね、そう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 、うんうんうん、いやこれひねり聞いてて、うん、これを見た人はね、はい、いやその弊社カメラマンどこにおるんやって、まあ、探したりとか、はいはい、特典が入って、うんうん、それをちゃんとこう写真に収められたかとか、うん、その後のドラマが気になるみたいな、確かにそうですね、その新聞見ますもんね、うん、そうそうそう、撮れたかなってね、そうそうそう、うん、撮った撮ったっつってね、企業名とかロゴを、はい、その掲出するだけじゃなくって、はい、こういうなんかひねりの効いたのっていうのは、うん、なんかその先々につながっていくような気がして、うん、いや面白いなって、うん、っていうのをまあちょっとツイッターに投稿したら、はい、結構エスパルスのファンらしき方から反応があって、はい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 、なんか静岡に来た気分になりましたねなんかあったかいぞこれまあみんな分かってるんでしょうね、その面白いの広告を。
ということで辻尾ラジオエクストラタイム、はい、清水エスパルスのお話を今後も続けていこうと思いますので、はい、静岡の皆さん温かく見守ってほしいですね。気候のように、はい、そのうちね行きますんで、行きます行きます。その際はぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。それじゃあまた来週もやりますんで、さよなら、さよなら。